僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。もちろん完璧ではなく潔癖でもなく、ほどほどに予防をこなしての不可抗力的にだけどね。僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。自然感染して自然に抗体を自分自身の力だけで作り上げて、未来の病原体に対しても立ち向かえる体に鍛え上げていきたいのだよ。もちろんそれには重症化しないかという心配も伴うけれど、一回もインフルエンザの予防接種を受けたことのない僕だからこそ、自分自身の体を試して生きていきたい。一つの病を重症化にならない限り、自分だけの力で医薬品に頼ることなくベッドの中で戦って重症にならないケースを自分の生活習慣の中で繰り返せば繰り返すほど僕の体質が強くなっていく。免疫力低下と免疫低下の区別が曖昧な健康食品の CM にも騙されることなく、免疫の中にはいろんな免疫があることも同時に理解しておこう。生体防御機構もアレルギーも鈍色細胞も含めた抗議のいろんな免疫があることも同時に理解しておこう。こういう意味での、僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。もちろん完璧ではなく、潔癖でもなく、ほどほどに予防をこなしての不可抗力的にだけどね。僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。その発症は体と抗原が戦っている証拠でもある。心配ならば医師に診てもらってもいいけれど、医師にもいろいろいる。ベッドで眠って済む程度ならば、僕の体がまた強くなるチャンスでもある。安心したいなら初歩的な感染のメカニズムを複数の教科書から学べ。少なくともゴシップの皮を着た、ワイドショーの皮も着た、情報番組やマスメディアはそれを学ぶツールではない。俗に言ううつるというものは、うつった側の免疫力の中の生体防御機構の力のなさがその発症まで至らしめてもたらすものでもあるが、汚染と感染と発症を区別できないマスメディア的な考えの中では、どこを探してもその発想さえ気づくことはできないでしょう。それも知らずに移した側のみ犯人扱いするメディアも政府も世間もどうかと思うよ。潔癖症や隙間風のない住宅、エアコンあっての当たり前の生活、いろんな快適な暮らしの生活習慣を選んでおきながら、それが破綻した途端、ある人はマスコミで言う感染症をうつした人の責任にして、熱中症に至っては天候や環境問題の責任にして、自ら首を絞めてきたことに対しては何も考えないようにしてしまうこの世の中、少しくらいはその日暮らしをやめて長い目で自分自身の未来を考えるべきだと僕は言いたいのです。こういう意味での、そういう意味でこそ、僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。もちろん完璧ではなく潔癖でもなく、ほどほどに予防をこなしての不可抗力的にだけどね。僕は新型コロナウイルスを吸い込みたい。どちらかといえばね。